食卓の悩みを解消、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマは春キャベツで1週間です。レパートリー増やしてくださいね。そして試食はこの後お送りします。6時台花よりガッツの田村ゆりアナウンサーです。いただきます。はい、お願いします。ね、今日の服はスーパーマンをイメージしたと、はい、ね、なかなかスーパーマン以外着ない水色ですよね。そうですね、うん、もう遠くからでもよく目立つって言われます。あと、うん、で胸に S って書いておきました、ね。はい、さあ、今日はこちらを教えてもらいます。春キャベツとソーセージのマスタードソテーということで、はい、川添さん、これ本当とっても簡単で便利な一品ですね。そうですね、うん、で、何かに困ったらすぐに、ね、できますので ね、うん、はい、ね、マスタードソテーなんですけど、蜂蜜の入ったハニーマスタードということで、はい、この万能ソース、いろんな炒め物に使えますので、ぜひ覚えてくださいね。ご飯にもパンにも合います。そして素敵なプレゼントが当たりますよ。ラクマキューRCC のアプリイラウで今画面に出ています。今日の料理のポイントクイズに週に3回答えてもらうと抽選で豪華なプレゼントが当たります。今週は三原共楽堂の第一号大福を5人の方にプレゼントします。福岡県産特大サイズのあまおうを使った期間限定のいちご大福です。参加するだけで OK ですので、ぜひチャレンジしてみてください。さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、まずこのキャベツね、春キャベツなんですけども、はい、葉っぱの方をね、もうこう手でちぎってください。見るからに柔らかそうですね。本当ですね、もうすごい。よくする。で、ここね、やっぱり残りますよね、はい、いくら。だから手でちぎれるところをちぎっていって、はい、そうです、芯だけ残りましたね。春キャベツといえどもやっぱりちょっと芯は硬いのでね、うん、これはやっぱり炒めていくのにそぎ切りですね、こういう風にね。はい、はい、こんな風でね、でこれをここに入れて、こうすると芯も美味しくいただけます ね、 そうですね、はい、はい、じゃ入れたらばですね、よし、ここに持ってきて、これはサラダ油です。大さじ2分の1ね、これをかけて、うん、そしてちょっとこうなじませます ね、うん、ね、全体にいくようにね、はい、これぐらいかな。田村さん、これなんで油かけるんでしょう。なんで、なんで今から炒めるから、今から炒めるから、はい、正解は今からレンジかけるので。あ、レンジなんですね。レンジかけるんです。なるほど、なるほど。レンジかけて、やっぱりサラダ油まぶしておくとちょっと高温になりますのでね、はい、温度が上がるんですね。どういうことなんですね。でラップをかけるんですけども、ラップね、こことここ開けて、両端開けてかけてください、はい、そしたらレンジで600ワットでね、2分ほど加熱して、なかなかないでしょ、炒め物で今から炒める野菜に油をまぶしてそうですね、はい、はい、600ワットで2分加熱です、はい、熱、はい、で今日のポイントにもなります、はい、キャベツね、加熱しておくと、レンジ加熱しておくとね、炒め時間短縮できるんですよね。それと炒めすぎも防げますのでね、はい、割に食感シャキシャキに残ってきますので、そうなんですよね、ぜひ電子レンジ使ってみてください、はい、このやり方おすすめです、はい、そしてピーマン切っていきますね、はい、ピーマンなんですけども、これ川添さんがいつも教えてくれる、うん、種の飛び散らないピーマンの切り方、うん、でこのお尻からね、ピーマンのお尻から切ってくるね、避けるように切ってください、はい、ここもね、よいしょ、あ、綺麗、すごい綺麗、こうすると結構ね、種飛び散らずにいけます。でこれもすればいいですのでね、これだけ残りますもんね、うん、はい、そうです。でこれ切ったらばちょっと大きいので、斜めね、半分ぐらいに切ってください、うん、このやり方田村さんも川添さんの教えてもらって練習したそうですね。です、練習しました。やっぱ種が飛び散らないからキッチンが綺麗なままできる。いいですよね、なんかいいなって思いました。できた、できました、私でもできる、だからみんなできる田村さんでもできる、そうです、そうです、はい、みんなできる、できます、できます。でソーセージ切っていきますね、ソーセージなんですけども、はい、今日ね、斜め半分ぐらいね、こうちょっと断面を大きくしたいので、断面を大きく、うん、ちょっとこれ後でね、わけがあるのでね、こんな風に切ってください。まあでも今日のこのマスタードソテーにはソーセージが合いますね。ソーセージいいですね、合うと思います、ね、なんか普通のお肉よりもソーセージの方が美味しくできるのかなって気もしますね。キャベツとも相性がいいんですよね、ソーセージ ね、うん、でこんなに切れたらここにちょっと一応置いておきますね、はい、よいしょ、はい、はい、ではね、次マスタードソース、これもいいですね、お願いします。じゃあこれソースで合わせていきますね。これまず入ってるマスタードで、粒マスタードで割にたっぷり入っています。大さじ1です、はい、でこの中に白ワインですね、これなければ日本酒でもいいんですけど、今日おすすめは白ワイン、おすすめ白ワイン、はい、できたら白ワイン大さじ1、はい、でこれがお醤油になりますね、大さじ1です、はい、お醤油と、でこれなんですけども、これはオイスターソースです、小さじ1なんですけども入れておきます、うん、はい、はい、そして次これが
蜂蜜です。蜂蜜、はい、なければなお砂糖でもここいいんですけども、あれば蜂蜜ね、蜂蜜がおすすめになります。これ砂糖で代用の場合は同量ですか？同量です、うん、大さじ1です。でも今日できたら本当蜂蜜がいそうですね。そうなんです、今日ねこれがポイントになっ、はい、もなってますよね。蜂蜜はコクがつきますし、そしてオイスターソースで風味がつくんですよね、うん、お醤油だけでも美味しくなりますのでね、うん、はい、じゃあこれで混ぜて、これでいいですよね、はい、じゃあフライパンの方に行きますね。これで万能ソースができました、はい、フライパンの方もサラダ油が入ってます。でこの中にまず中火ですね、中火で、ソーセージの方を炒めていきますね、はい、はい、すいません。ソーセージもねすぐにね炒まってくれると思います。でここなんですけども、はい、ソーセージねちょっとねこの断面広く切りましたね。ここで焦げ目がつくように炒めてください。あ、しっかりと焦げ目つけたい、はい、これがね今日のねポイントにもなります。やっぱりソーセージ焦げ目つけておくと香ばしさね出ますのでね、ここはちょっと焦げ目がつくほどに焼いてください、ね、ちょうどだから焼き色つけたいとこですよね。そうですそうです。でこの断面切ったとここれぐらいね、これぐらい焦げ目がつけば、うん、いいと思います。ね、焦げ目やっぱり焦げ目も美味しさのうちですのでね。子供も大好きなソーセージですけど、うん、今日のこのマスタードソテー、もう本当小学生でも大丈夫、もう辛くないですね。そんなに辛くないです。でも蜂蜜も入ってますから甘さもあってね。そうですそうです、うん、食べやすいと思います。で、ね、焦げ目がいい感じでついてきたところへこれピーマンですね。でこれを炒めていきます、はい、ピーマンサッとでいいですね。でピーマンに油が回ったところで、もうキャベツの方がね多分いいかと思います。はい、出しますね。はい、お願いします。あ、気をつけてくださいね、熱くなってると思います。そしてこれすいません、ラップを取りましょう、ね、はい、うん、ちょっとね傘ももう減ってると思うんですよね。そうですね、しんなりしてますね。でこれをここへ入れますね。よいしょ。でこうしておくとねやっぱり炒めやすいです。傘があるものをこう炒めていくよりもね、ちょっとしんなりなっているので、あとはこれに油が回るぐらいでいいかと思います。ああ、そうだから炒め物としてもとっても簡単ですよね。そうですそうです、はい、なんか風さあるご飯にもパンにも合うんですよね。そうです。でこれ意外にパスタにも合うんです。パスタね、はい、だから炒まったところへ、ね、茹で上がったパスタ入れられてもいいと思います。これぐらいソースが万能なんですね。そうです、いいですね。もうこうキャベツに油が回ってきましたので、はい、色味も綺麗です。はい、先ほどのこのソースだけ入れていきますね。この合わせ調味料ですからね、失敗もないですもんね。ですよね。でこれもソースが入ったら強火にしてください。あともう絡める感じです。はい、強火になりました。これぐらいですね。香りもいいですね。全体にソースが行き渡ったところへ、これ最後ですね、ちょっと塩と粗挽きの黒胡椒がいいですね、はい、これをちょっと味見見ながらでいいですね。ちょっとこう入れてください。仕上げは塩胡椒、胡椒は粗挽きの黒胡椒がおすすめです。黒胡椒たっぷりでもいいかと思います。でこうひと混ぜして、はい、出来上がりです。じゃ盛り付けていきますね。わー、おいしそう。いい香りしてます、ね、そうそう、香りもいいですね。あと本当簡単だったでしょ。そうですね、で我々の冷蔵庫にあるようなものでできるのでね、それもいいかと思います。このマスタードソースが本当いろんな炒め物に合うということなんですね。そうそうそう、使えるのでね、はい、いろいろ試してみてください、はい、さあこちらで春キャベツとソーセージのマスタードソテー15分で出来上がりです。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。旬の春キャベツと身近な材料であっという間に出来上がりますよ。ほんのりした甘みとピリッとソースが癖になるキャベツがもりもりと食べられる一品です。キャベツはレンジ加熱で炒め時間短縮しています。キャベツとの相性抜群のソーセージは焦げ目をつけて香ばしさをアップです。粒マスタードを使ったソースはオイスターソースで風味を、そして蜂蜜でコクをプラスしました。他の炒め物にも使える万能ソースです。ご飯にパンにさらにパスタとあえても OK なんですね。ぜひご家庭で作ってみてください。さあそれでは田村さんどうぞ。すごいいい香りしてます、ね、いただきます。はい、どうぞ。うん、おいしい、最高。キャベツがシャキシャキ感がしっかり残ってますね、うん、そうなんですよ。で甘みもすごい感じるし、あとこのマスタードソースが辛いだけじゃなくてコクがしっかりあって、
和風にも洋風にも合いそうです。いろんなものに合うんですよね、うん、ご飯にもパンにもそしてパスタにも合うということですよ。田村さん何合わせたいですか。パスタしたいですね。パスタ、うん、あお米じゃないんですね。ガッツ米じゃないです。すいません、お米です、お米です。お米ですよ。ガッツ米と合わせてください皆さん。明日は野菜ソムリエの花井さんに新キャベツとアサリの春スープを教えてもらいますので、こちらもどうぞお楽しみに。川添さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。